肉放脂虫、または重肉放脂虫はアピコンプレックスモンに属する寄生性原生生物。分類学上は肉放脂中属とし、100種以上が知られている。サルコシスティス、サルコシスティス、ザルコシスティスともいい、宿種によってはサルコシスティス症を引き起こす。一般的に収縮種と中間宿舎の2つの宿舎を往復する生活感を持っており、 中宿主が捕食者、中間宿主が非食者の関係になっていることが多い。中間宿主が環境中のスポロシストを経口的に摂取すると、スポロシストから放出されたスポロゾイトが血管に侵入して無償生殖を開始し、最終的に筋肉組織などに到達してサルコシストを形成する。最初は単一のメトロサイトが無数に増え、 その後感染能のあるブラディゾイトが生じる。収縮種が中間縮種を捕食するときに組織中のサルコシストを接触するとブラディゾイトが象徴に到達して有性生殖を行い生じたオーシストが糞便とともに排出される。オーシストは成熟すると壁が破れてスポロシストが放出されこれが傾向的に中間縮種へと感染する。古典的には 原生動物門法師無質な獣肉法師注目に、ところ属させていたが、その位置づけをめぐっては、様々な議論があった。1970年頃に生活感が明らかになり、国史獣無類に禁煙な生物であることが判明した。禁煙の所属とともに、肉法師中華を形成し、中でも最も種数が多い。以下に、医学、獣医学上重要と思われる種について、 中間宿主と収縮子を示す。フレンケリア族は、月脂類を中間宿主とし毛菌類を収縮子とする、非常によく似た生物である。収縮種が腸類であることと、筋肉よりもをニシストを作りやすいことから、区別されてきたが、分子系統解析によれば肉放シム虫シの内部に含まれることが示されている。1843年バーゼル大学のミーシェルが、 マウス体内に見出したのが初めである。サルコシストのことをミーシェルクだとも呼ぶのは彼の発見に由来する。ありがとうございます。